皆さん、オハボンバー、ボンバチャボンバーは徳島のパンムギンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。3億ですもんね、ドッカンバトルやっていくんですけども、3億5000万ダウンロードキャンペーン楽しんでますかというところで、私もね、12分に楽しませていただいてます、で今回の動画なんですけども、物語イベントで入手できますナメック星編カテゴリーの持ったイベントドロップさんのバトルカードを13体、とりあえず今集めてます。なんで集めてるかと言いますと、なんとこのナメック星編カテゴリーの持ったこのイベントドロップさんのバトルカード13体もあれば、なんとですね、サムネに書いてある通り流石60個手に入るぜっていうことをですね、まあ、今回お話ししていこうかなと思ってますので、ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたしますということで、もう皆さんね育成完了してるかと思います。ね、またね、いやいや育成完了してないわって方、今すぐに物語イベントに行ってほしいなという感じでございますけども、でこのねナメック星編カテゴリーに持ったこれイベントドロップさんのバトルカード13体で、どこで流石手に入るんですかっていうことなんですけども、まあこちらですよね。うん、あここですね、もう流石60個言ったらもう極限 Z バトルしかないというね。でそのナメック星編カテゴリーの持ったイベントドロップさんのバトルカードで、このねフルパワーフリーザの極限 Z バトル、それともう一個あるんですよ。どれだったかな、ちょっと待って、あこれこれこれ、激闘編、極限 Z バトル激闘編、この2つがですね、なんとですね特攻カテゴリーがギニュー特戦隊とナメック星編なんですよね。うん、まあとりあえず先にフリーザフルパワーの極限 Z バトルいきますか。うん、でレベル今私もクリアしてるのでレベル30ね、まあ、やってみるんですけども、でお借りするのが、フレンドさんお借りするのがやっぱりねこのLR のフリーザフルパワー、ナメック星編の高倍率リーダーで、で、並びなんですけど、こいつ、孫悟飯幼年期をリーダーにします。これ、極限 Z バトルにて、極限 Z 覚醒、もうできるイベントドロップさんとなってまして、で、物語イベント専用玉で二次することができるんで、潜在玉持ってない方でも二次することが可能です。で、極限 Z 覚醒後のリーダースキルなんですけど、ナメック星編の 77% リーダー、77% リーダーでも十分に大丈夫です。はい。で、中身はギニュー特戦隊ですね。この、先ほど言いました、ギニュー隊長はまだね、極限 Z エリアにて極限 Z 覚醒、まあ、できないんですけども、まあ、これもね、首長くして待っておきましょうと。あとはもうギニュー特戦隊の極限 Z 覚醒済みのやつをね、もうふんだんにね入れていったらもう大丈夫大丈夫大丈夫ということで、レベル30いってみましょう。あとはもうフレンドの LR フリーザフルパワーがバチコーンやってくれるから、うん、とりあえずフリーザフルパワーですね、レベル30。ただね、あのね、時間はかかるかもわかんない。うん、レベル30、レベル1に対して流石1個、まあ、レベル30までやったらレベル、流石30個くれるんですが、結構ね、お時間かかるの。うん、勝てるんだけど、時間はかかる。まあ、時間の余裕のある方はぜひね、まあ、この並びで行っていただいて、まあ、無理に別にね、この並びで行かなくてもいい。ただ、このイベントドロップさんでも勝てるっていうことはですよ。いうことは、そんだけ、あ、簡単だぜっていうことをね、今この視聴者さんにお伝えできたらいいかなと思ってですね、わざとに今全部無課金編成で、まあ、やってる、まあ、所存なんですけども、まあ皆さんがね、LR フリーザフルパワー持ってる私っていう方は別にそれをリーダーにして、中身サブはもう極限 Z 覚醒済みの義乳特戦隊ふんだんに入れてもいいですし、強いナメック星編のキャラを入れても、うん、大丈夫かと思います。はい。まあ、皆さんがどういう風にね、どういう風なバトルカードを持ってるか分かんないから、あえてイベントドロップさんを、全部イベントドロップさんのチーム編成でやってる、感じなんですけども、ごめんなさい。ちょっとね、ベラベラ喋ってる感じなんですけどもね。はい。でこれでもね、とりあえず2ゲージぐらいはもう削ってますんで、うん。で、リクームに壁になってもらおう。リクームっていうのが極限 Z 覚醒後のステータスなんですけども、ギニュー特戦隊が攻撃参加中に全属性ガード、並びに攻撃と防御が上がっていきますから、だいぶね、後半戦では効果力、並びにガードもしてくれますんで、リクームは必要不可欠なキャラクターかなって思ってます。はい。ね、ちょっと時間かかるんですよね。そこいらまあね、時間はかかるけど、勝てるんですよ。ね。うん、まあ、流石ね。みんな欲しいですよ、流石。流石欲しい。やっぱりこれイベントをね、イベントをクリアしなきゃ流石
はもうタダでくれませんから、うん、イベントね、いろんなイベント来てます。もういろんなイベントで流石も大量にゲットできますからね。ぜひあの3億5000万ダウンロードがインストールされた方やね、カムバックした方やっていほしいね。うん、ドッカンバトルをもう10周年までやってほしいね、ドッカンバトル。まあドラゴンボールが人気ですからね、なかなか刺繍っていうのがないですけどね。刺繍になれたい、現段階で刺繍とかなったらもう困りますよね。どんだけ金額入れたもんやら。うん、さあここで必殺ですね。ちょっとこのターンで落としきれなかったですね。うん、ネギマイオンですね。そんなに食らうこともないんでね。はい、でギニュー隊長はまだ虚構幻術と覚醒してないんで、ちょっとね、敵数が少ないところに持っていきたい。まあギニューがおったらですね、あの ギニュー特戦隊の仲間がおったら、まあ、ダメージ軽減してるんです。あ、違うわ、敵が2体の時、2体以上の時はダメージ軽減か。うん、ちょっとそこいら忘れてる。はい、レベル30勝てますね。オール、うん、無課金キャラでもレベル30勝てるんで、まあちょっと時間はかかりますけど、そうですね、人クエスト、まあ大体3分ぐらい、うん、と予想してですね、まあやって、いったらレベル30まで絶対に勝てますから、レベル、あの、流石30個は手に入ることができますという感じでございます。続きまして、激闘編いきましょうか。うん、激闘編に関しましては、あのね、属性レベルによって属性が変わってくるんですよね。まあそれは見ながら、うん、あの各イベントドロップさんのこの属性に合わせて、やっていってもいいかなと思ってます。ちょっと虹借りるのはもったいない、ね。うん、で相手がギニュー特戦隊で、キナハイヤーツ話なんですけども、まあ、これもギニュー特戦隊、まあ、ふんだん入れてもいいんですが、あのね、ギニュー特戦隊のリーダー、あれね、大乱世報酬の激闘の記憶でしか交換することできないんで、最近インストールされた方って激闘、大乱世が勝てない。うん、だから別にね、リーダーをね、この LR のギニュー特戦隊、ギニュー特戦隊、かっこ悟空かにしなくても大丈夫。これが、恐怖の征服カテゴリーの記録プラス3、1秒アタックディフェンス 77% なんで、この並びで大丈夫です。うん。で、ナメック星編のバフかかりますし、で、フレンドさんにね、もしフレンドさんにギニュー特戦隊がいるのであれば、ギニュー特戦隊で相当合わせてくれてもいいんでしょうけど、なかなかもう興味 LR のギニュー特戦隊使ってる、あ、おるわ。よかった。これね。激闘の記憶で交換できるギニュー特戦隊のカテゴリー 100% リーダーでございます。で、これね、これを相当しましてですね。はい。で、こういったメンバーでやっても、ただこいつがギニュー特戦隊ではないんですが、まあ大丈夫かなという感じで、いきましょう。うん。極限 Z バトル激闘編でございます。で、レベル32になってる。ごめん。レベル30は、このね、スーパーサイヤ人2ベジータ、即属性なんで、技属性のキャラをね、まあ、ふんだんに入れてもいっていいかなとか思ったんですけども、まあ、ギニュー特戦隊、詰め込めば、あ、そんなに、ビビるような極限 Z バトルではないんで、大丈夫です。はい。さあ、開始していきますね。91万。これの極限 Z 覚醒もね、来ていただけるとありがたいんですよね。この激闘編の極限 Z バトル。あの、先ほども言いましたけど、全然難しい、あの、極限 Z バトルではないんで。うん。もう、これはね、すぐに、あの、早い段階で流石30個手に入ることができます。うん。で、あとはもうグルドで、もうとどめさせたら、レベル32でもう、このね、あの、倒しかけになってるんで、全然簡単でしょ。120万、これ強になったな、グルドも。うん。まあ、どのキャラもね、極限 Z 覚醒したら強になるっていう話で、まあ、こういった感じで、流石ね、あの、イベントドロップさんのナメック星編のバトルカードで、流石60個、先ほど行きました、フリーザフルパーの極限 Z バトルで、これの激闘編ですね、極限 Z バトル激闘編、レベル30ずつね、クリアなされてない方クリアして流石60個手に入れようっていう動画でございましたけども、いかがだったでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。